この釣り方、実際、魚がめちゃくちゃいるんでかかります。何を使っても特に難しいフライはないです。ちょっと1匹かけましたけど、それは下顎だったんで、フライを前回と一緒の8番フックに戻して、で釣りの状態を、まあ、こんな感じでやってるよという感じです。このぐらい釣れます。難しくはないです。よいしょ。魚がいればこうやっていっぱい釣れます。で、今回の、あー外れちゃった、バーブレスだからね。ふわ、こういう感じで釣れます。魚は引っ掛け釣りに見えたら見えたと言ってください。ベニザケ60センチクラス、ちょっとすごく元気なんで、こいつはリリースします。かかってたポイントは、さっきの感じで見れば分かってくれるとは思うんですが、顎関節でフライはこんな感じ、エルクヘア、そんなに特殊なパターンではないです。これを使う理由はっていうと、やっぱりフライが小さいっていうのと、あとは昨日ちょっと偶然あったんだけど、小さいやつがねかかってくれたのよ。多分ニジマスかなんかだと思うんだけど、そういう小さいのもちょっと顔を見たいんで、この釣りをあのフライを使ってます。このぐらい本当に技術はいらないし、一生懸命引っ掛けなくていい。一生懸命引っ掛けなくちゃいけない場所っていうのは、どうしても魚が少ない場所、そう思ってもらった方がいいです。見てもらったから分かると思うんだけど、
魚の引きはとびっきりなんで、やり取りはかなり強引に見えてるけど、バーブレスの場合はラインテンションを緩めないのはすごく大事なんで、こういう釣り方は結構有効です。はっきり言って竿に通常かかる負荷以上のテンションをラインに与えますんで、普通の竿の角度まで曲げたらこのテンションでは竿は折れます。この釣りはいい場所に入れればこういう風に釣れます。これは別に自慢じゃなくて技術でもないの。ただどうしても俺は口の中、下顎とかはできるだけかけたくないんで、口の中に入ってかけられるんだったら口の中にかけた方がいいんです。で、見てもらったから分かると思うんだけど、当たりがあってから合わせまで一呼吸ぐらいは十分置いてもこうやってかかります。ここはね、はっきり言って場所は相当いいんで、ロシアンリバーとか行ってこの釣りができる自信は俺ははっきり言ってないです。そのぐらいここは超一級ポイントだと思って見ていてくれれば助かります。ナップタウンラビット、ラピット。地元の釣り師とか釣り具屋の言うことは別に全てではないんで、自分の自由にアラスカを過ごせればいいなと思います。背が好きな人は背に来ればいいし、トロバが好きな人はトロバに来ればいいし、そういうのを受け入れてくれるぐらい紅鮭の器は大きいです。こんなもんかな。自慢動画にはなってないと思うんだけど、こういう釣りです。もし万が一アラスカまで来て釣り方がどうにもわからない、どうにも言う通りやっても釣れない、そういうことを事前に予防できる策になれたらね、これはなかなか嬉しいことなんじゃないかなと思うんで撮ってみました。技術ではないです。流し方とかフライの、なんていうのかな、フライの流れ方、スイングのスピード、そういうのは関係ないんで大丈夫です。以上でした。